はいどうもこんにちは、安岡かまぼこの安岡弘和です。今日はじゃこ天の原料となるホタルじゃこを宇和島の魚市場に今から取りに仕入れに行っていきたいと思います。じゃこ天に使う原料なんですけど、たまにイワシっていう方いらっしゃるんですけど、イワシじゃないんです。ホタルじゃこっていう魚で、その魚を実際今から宇和島の魚市場に行って、仕入れてきますので、その様子をご覧いただきたいと思います。はい、それでは行ってきます。はい、今宇和島の魚市場に到着しました。はい、それでは魚をホタルジャコを取りに行ってみたいと思います。はい、じゃじゃーん、こちらですね、ホタルジャコ。今日はちっちゃなホタルジャコです。ちっちゃい、はい、こちらがホタルジャコですね。これがジャコ天に使う、原材料のホタルジャコですね。地元でハランボって言うんですけど、喉の奥がこう黒くてですね、のどぐろの仲間なんです。はい、これを一匹一匹手作業で魚さばいて、骨と皮ごとミンチにしてできるのが宇和島のジャコ天なんです。はい、それでは今から車に積み込みます。よっしゃ、そしたら今11杯、積み込みましたので、今から工場の方に帰りたいと思います。はい、今工場の方に帰ってきました。で、仕入れた魚がこちらです。これホタルジャコをサブロー11杯ホタルジャコを11杯仕入れてきました。このホタルジャコなんですけど、ジャコ天に使う魚、このホタルジャコ、名前の由来皆さん知ってますか？地元ではこれハランボって言って、漁をするときになんかこの銀色にこの光ってる部分が、お腹がこの銀色の部分が棒に見えるみたいで、腹に棒で、ハランボでハランボって、ハランボが転じてハランボっていう風に呼ばれてるそうです。で、正式名称はこれホタルジャコって言って、ホタルジャコなんですけど、これがなんとですね、お腹のところが、ここがホタルみたいに光るところから名前がついたようなんです。で、薄いピンクのこのお腹のところから、この尾っぽの銀色のところにかけて青白い光を放ってこう泳いでるようで、ね、あのホタルみたいに光るんで、ホタルジャコっていう名前がついたようです。私もホタルジャコの漁に同行させてもらったことあるんですけど、その時は割とこの魚は深海にいるので、水揚げするとこうすぐね死んじゃって、光ってるところをちょっと見ることができなかったので、一度はですね、海の中でこう泳いでて、しかもお腹が光ってる様子をちょっと見てみたいなと思ってます。で、この小魚、今日はこれホタルジャコ、今日はこのホタルジャコ、これちょっとね小さいんで、さばくのがすごく大変なんですけど、今から頑張ってさばいていきたいと思います。ということで、安岡かまぼこでは、こういった動画なんかを通じてですね、じゃこ天の魅力とかかまぼこの魅力をまたお伝えできればと思ってますので、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。はい、そしたらどうもありがとうございました。またね、バイバーイ、ありがとうございました。